ラテンアメリカの中華街は19世紀の農業、漁業の契約労働移民により起こった。過半数は、関東省出身。1970年代、香港、マカオ、台湾移民が始まり、今日ラテンアメリカの中華街は、移民子孫、根欠、東アジア移民などを含み、関東人、発火人が多い。アングロアメリカ、ヨーロッパの中華街と異なり、 純血の中華民族移民は少ない。中国移民は中国語とスペイン語などの各国公用語を話す。いくつかの中華街は観光用に成立していて、実際のコミュニティとしての機能は果たしていないところも、ある。ブエノスアイレスのベルグラの地区の中華街が第一世代の台湾移民、北京語話者の移民を含む一方、ハバナ、キューバの中国移民を何世代にも渡っている。 ブエノスアイレスに、ラテンアメリカ最大の中華街がある。近年の多くの本土、台湾、アジア移民に加え、他のラテンアメリカ諸国の中国移民も移住してきた。参照、サンパウロの世界最大の日本人街リベルダー自治区に住む。多くの台湾人移民と、1949年の共産党革命以降本土移民が住む。香港の関東人、マカオ人、 マカニーズは、それぞれの変換以降特に移民が顕著だった。マカオ移民はポルトガル語に加え、クレオール、マカニーズまたはパチュアも話すため、ブラジル移住を容易にした。多くの中国系インドネシア人は1960年代のマレー系インドネシア人による迫害のために難民としてリベルダージ地区に住む。今日、中国系ブラジル人は中国語、ポルトガル語を話し、日本人。 韓国人などとともに、真のアジアコミュニティとして、リベルダージをなす。カリブ海沿岸ライモンと、首都サンホセに、多くの中国人が住む。本土のテレビチャンネル CCTV-4 が、サンホセでは、ケーブルテレビで視聴できる。コスタリカでビジネスを起こす、台湾人が増えている。キューバへの中国移民は1847年、スペイン人が砂糖畑労働者として、 関東人を契約労働させたことに始まる。続いて、香港、マカオ、台湾から移民が送り込まれ、アフリカ人奴隷に置き換えられた。8年の契約満了後も中国移民はキューバに永住し、現在はハバナなどに散らばる。共産党革命の成功、フィデル・カストロの1959年の台頭後、多くの中国系キューバ人企業家はアメリカ合衆国に逃亡した。 今日では、クアンワポだけが唯一の中国語新聞である。かつて、ハバナの中華街はラテンアメリカ最大域だった。観光産業の活性化に伴い、中華街への投資を、本土中国人、海外中国人、中国系カナダ人に向けて行っている。首都のサントドミンゴにあり、40以上のビジネスが営まれている。新中華門が開発中、最初の中国人は、 カリブ海の他の島々から移住し、1970年代に香港、台湾人が移住した。1980年代にはラテン民族以外で2番目の人口があった。メキシコシティの中華街。最初の中国移民はマニラガレオンによりフィリピンから送られてきた。1930年代のプルタールコイライアース、果ス政権下の反中国移民勘定とともにメキシコを追われ、 中国に送還された。今日、興味深いことに、関東省の飛び地ではスペイン語を話す中国系メキシコ人が暮らす。アメリカ合衆国との国境の町、メヒカリ、バハカリフォルニア州には多くの中国系メキシコ人がいて、中華街はチャイニスカと呼ばれる。メヒカリの町は1903年にアメリカにいた中国人が建てたもので、 カリフォルニア州で起こった反中国人の迫害のためにメキシコに移った。1919年に広州地方から新しい移民が来て、一時はラテン民族の人口を上回った。メヒカリには中国領事館と中国国民投資部がある。メキシコで最古の中華レストランの一つ、リストラント19は1928年12月18日に創業。 1996年の冬に閉店した。その歴史を通し、多くのアメリカ合衆国、メキシコ洋人、有名人に親しまれていたが1980年代のペソの切り下げ、新しい国境検問所の移動により、住民、観光客がメヒカリ中心部に来なくなったため閉店した。現在では、小さなカフェから750名収容できる。 レストランまで80以上の中華レストランがある。アジア以外で最多の中華レストランがある地区だとも言われる。メキシコシティの小さな中華街は、市の中心部のクアウテクバロナイのカージェドロレス沿いに一致している。パナマシティに設置されたパナマ共和国の中華街は、バリオチーノデシウダパナマと呼ばれている。多くの台湾人及び香港並びに、 関東省からの関東語を話す移民たちがこの都市に定住した。台湾の元総統李陶器はパナマを訪問した際にパナマシティの中華街に寄贈品として中華門を贈呈した。エルドラドの中華街も起こった。野球チームボルティモアオリオールズの当主ブルースチェンはパナマ生まれ。ペルーの中華街は首都のリマにありボリオチーノでリマと呼ばれる。西半球で ハバナの中華街と共に最初期に作られた。キューバのように、ジュアン・バラスコ、アルバラード独裁政権下の困難があったが、多くの中国移民が残った。記録にあるアマゾン川流域の最初の中国人は、ペルー熱帯雨林地方の町イキトスから数マイル先の村で、チーノと名付けられた。首都サンフアにバリオチーノがある。プエルトリコ人は、アメリカ市民であるため、 中国系プエルトリコ人も中国系アメリカ人とみなされる。貧しさからアメリカ本土に渡る者も,も多い。ベネズエラはラテンアメリカで最も中国民族がいる。カラカスのエルボースケ地区に繁華なバリオチーノがある。多くは関東語を話すが台湾移民もいる。1970年代にフェルディナンド・マルコスとカストロ政権のキューバにより、 行われた迫害を受けた中国系フィリピン人も含めて世界各地の中国移民もいる。ありがとうございます。